ウクライナ政府は世界に向けてロシアと戦う義勇兵を募っていると、実際募ってて、もうかなり集まったということなんですが、ウクライナには2014年以降すでに義勇兵が数多く集まってたということ、これちょっとお話しいただけないかなと思うんですけど、2014年 の, そのクリミア危機の際にですね、はいはい、そのロシア軍がまあクリミア半島に入ったと、進出して、はい、侵入してきたという、まあ、その前後にですね、今日お話もありましたけれども、ロシアに抵抗する、対抗するという祖国防衛という大義名分のもとにですね、ウクライナの、まあ、民兵組織がいくつも設立されたと、でそれらがその単に、まあ、ウクライナ人の組織として結成されただけではなくって、外に向けて自分たちの、まあ、イデオロギーというか価値観というかそういうものも SNS なんか通じてどんどん発信する中で、欧米諸国の、まあ、いわゆる白人至上主義者たちを引きつけて、彼らがいわば自発的にですよね、もちろんリクルートというか誘いの文言はあったにせよ、基本的には自発的に、ウクライナに足を運ぶようになってくると。その中で現地でアゾフ連隊などによって訓練を受け、まあ実戦経験を積みという義勇兵も、まあ義勇兵と呼ぶのか、あるいは外国人戦闘員と呼ぶのか、いろんな呼び方できますけど、すでにいたっていうことですね。まあこれがイスラムだった場合はアメリカを躊躇なくテロリストって呼ぶわけですから、ね、はい、そういうことですね、でそういうものが実戦経験積んで帰国して、自国に立って大変リスクになる懸念があるっていうことですね。すでにこれは今日始まったあの話ではなくて、もうすでに2014年時点からスタートしてる話だということですね。そうですね、すでにそのそういう人間がたくさん集まりつつある状況は2014年からあり、始まってその、中にそこに引きつけられる人たちというのは、まあ言ってみれば欧米の中でその移民なりムスリムなり、あの黒人なりを排除しようとする白人至上主義者がそこに引きつけられてきたわけですから、2019年にニュージーランドであのクライストチャーチ事件がありましたけれども、あの際に51人殺害したあのブレイビックっていうですね、犯人は、まあ、ウクライナに行くことを、まあ、事件前希望してたの、つまりそれはアゾフ連隊のようなですね、ウクライナの白人至上主義者の団体の一員としてそこの戦闘に参加するということを夢見ていたが、まあ、彼は行けなかった代わりに、あの関係もないところでいきなり銃撃を始めた、そういうすでに前例ができてしまってるわけですので、で一旦そこに行ってしまうとですね、余計に危険性は倍化してしまうって、それはまさにあのシリアに集まったイスラム過激派が本国に戻り、あるいは第三国に移動してアクションを起こした時のリスクと同じといえば同じなんです。そういう、まあ、IS だとかイスラムの過激派がやったようなリスク、そういうことのリスクについては散々それこそ、まあ、メディアの世界も欧米中心ですから、欧米メディアは注意喚起してたわけだけど、こと白人至上主義っていう問題に関して言うと、ここまで政治が絡んでくると今度なんか急にしぼんでしまうといいますか、ね、単発の事件だったらばそれこそね、あのボーリング・フォー・コロンバインのようなドキュメンタリー映画になっていったりするかもしれないけれども、あのここまで大掛かりになってくると、それとの結びつきについてはできるだけ言いたくないっていうような傾向が見られるわけですね。だから白人至上主義が直接的な影響を受けにくい我々日本人は、あの国家としてはそのグループに入ってるんだけど、 G7 の中に入ってるんだけど、これが世界的に見たらどんな脅威を与えるかっていうことに、まあ無頓着というか危機感がない。実際にはあの例えばそういう白人至上主義者のワンサがいるような町に我々が単身で行ったりしたら、今アメリカではアジアンヘイトは非常にひどいですから、自分たちが直接あの襲われるかもしれないくらいリスク高まってるんですけど、まあ、コロナで行けないこともあってか、海外に行けないこともあってか、非常に鈍感になっちゃってるっていう現実ありますよね。そうですね、うん、あのなぜだか多くの日本人は自分たちは白人側にいるみたいな、なんか妙な錯覚をしてる人たちが多いんですけど、そうではないわけですね。全然ないですね。実際そのおっしゃるように、アジア系ヘイトの対象は別に中国人だけじゃないので、日本人だって実際被害に遭ってるわけですから、あのそこのところは自分事として意識してもらった方がいいと思うんですけれども、うん、あのそこの意識が薄いがゆえに、なおさらその白人至上主義っていうようなことが、ワードが出てきたとしても、日本のメディアが、まあ、あまり何て言うんでしょうね、反応しないですよね。反応しないのは、うん、まあそういう意味では不思議ではないのかもしれません。うん、
で、2010年以降、14年ぐらいには義勇兵が集まってきたけれども、まあどっちかというと主体的にそこへ行きたがってたやつが多かったんだと。だからすごく世界中に病んでる白人至上主義者がいるんだっていうことですよね。でもここへ来てのその呼びかけというのはもっと活発なものになっているということですよね。ゼレンスキー大統領は対ロシア戦に参加する外国人志願者を募ったと、で民主主義に対する基本的人権に対する戦争の始まりだというふうに、またこれもすごい単純な構図にして、ロシア語話者というのは明らかにウクライナ国民なのに、その国民であってもなんか別の方言を話しているような人間はもう全部出ていけみたいなことを、まあ、ゼレンスキー自身出ていけみたいなことを言ったことあるんで、それはねめちゃくちゃだなとは思いますけれども、まあ、そういうことを募ったりしたわけですね。そして、各国政府もロシアを強く非難したけれども、義勇兵にあまり目立った反応をしなかったということなんですけれども、まあこれはG7 の各国は立場上それはロシアを批判はしますけれども、かといって義勇兵を送るっていうことをしてしまえば、あるいはそれをテコ入れしますみたいなことをしてしまえば、それがウクライナで白人至上主義者の非常に危険な組織が拡大してしまう、しかもそれを正当化してしまうことになる。それは今回の侵攻が終わったあと、その彼らがどういう何をし始めるのかっていうことを考えた時に、自分たちで自分たちの体制をひっくり返そうとする者たちを育成してしまうことになるかもしれないという、そういう危機感が各国政府に働いても、それは全く不思議ではないわけですよね。つまり今白人至上主義者と呼ばれている人たちの多くは今欧米でその内戦っていうのをしきりに叫ぶグループが増えてます。例えば2021年のですね、連邦議アメリカの連邦議会議事、はい、大統領選の時ですね、ですね、はい、Q アノン支持者たちのに代表される、彼らは今のアメリカがこう要するに腐ってるから、今これを立て直すためにはもう力でひっくり返すしかないんだという内戦ということを公然というようになってる。でそういう人たちの中からそのウクライナに行く人たちが出てきていると。そうすると今まではいろいろ言ってても、まあ実力行使っていう意味で実弾発砲するっていうケースはかなり少なかった。まあ一部でその大量殺傷みたいなことはあったとしても、公的な機関を相手に銃撃戦展開するっていうようなことはかなり少なかったけれども、ウクライナでいろんな経験積んでしまえばですね、そこら辺のハードルがぐっと引き下がられるリスクは非常に高まると。だからそれだとすると、まあそういうものをバックアップはできない。かといってそれを公然と批判してしまえば、アゾフに代表される組織が危険だっていうことを先進各国が認めてしまうことになる。そうですね、今日本でその報道をできるだけ避けようとしてるのと避けようとしてる同じです。だから黙っとこうみたいな、だから黙っとこう、何も聞かなかったことにしようっていうそういう反応が、まあ政府レベルで普通になってくるっていうこと。なるほどね。まあこれ特に日本はのんびりしてますよね。白人至上主義、うちの国にはいないだろうって